はい、どうもガッキーです。本日は今更ながらやっと手元に届きましたこちらです。デデンと iPhone 16 Pro Max の開封と、あと一緒にね、こちら付属品、購入したり、あといただいたものも何点かあるので、一緒に開封ご紹介をしていきたいと思います。それではね、早速開封をしていきたいと思います。争奪戦会社が待ちに待った iPhone 16 Pro Max を開封していきます。いいですね、ドーン、このおなじみの箱ね。そして今回私が購入したのはブラックですね。 iPhone 16 Pro Max のブラックの 256GB 購入しております。そしてね、この開封を何回やっても興奮してワクワクするこのアップルマジックっていうんですかね、高揚感マジたまんないですね。今までは15 Pro を使っていたんですけども、今回 Pro Max にいたしましたので、 Max の iPhone 開封するのは初めてでございます。それでは登場していただきましょう。ドーン、おー、どうですかこれ。いや、めっちゃでけえなやっぱでかいですね、 Pro Max は。いやー、いいな。ちょっとめくらせていただいて、はい、外観はこんな形になってますね。もっとここのサイドの質感がメタリック調になってるのかと思ったんですけど、全然そんな、あんまりメタリック感はないですけども、逆にこう触って指紋が残りづらいような感じになっている気がします。そしてこれが新しく追加されたカメラ操作ボタンですね。で、反対側は、まあ、50 Pro と一緒ですね。うん。で、底面は Type C とスピーカーの穴。はい、このような外観になっております。ではね、早速電源を入れて、初期設定と50 Pro からの乗り換えを行っていきたいと思います。で、日本語を選択と。それでは初期設定済ませたいと思います。で、まず今回ゲットしたのは iPhone 16 Pro Max の 256GB のブラックチタニウムとなっております。箱もまだ大事に取ってあります。で、先ほども申し上げたんですけども、まあ、今までは iPhone 15 Pro を使っていたんですが、まあ、どうしてもね、この大画面を試してみたくて、今回 Max にしてみました。でね、やっぱ第一印象はね、やっぱりでかいです。そして重い。実際に使ってみたらやっぱりインパクトが違いますね。でもその分、動画視聴や写真、動画撮影がかなり快適なので、まあ、ここに新しく追加されたこの写真動画撮影用専用のボタンもすごく便利で、まあ、一長一短っていうところはあるんですが、まあ、今のところは非常に満足しております。で、他の方々が iPhone 16 Pro Max はご紹介しているので、私はですね、 iPhone 16 Pro Max と一緒に購入した周辺アイテムですね、シェアしていきたいと思います。まあ、実はね、自腹で全部買うつもりだったんですが、まあ、こちらの充電のケーブルと変換のアタッチメントですとか、あとモバイルバッテリーですね、ここら辺はね、ダメ元でお願いをしたらなとご提供をしていただきましたので、本当にありがたい限りでございます。で、まず1点目なんですけども、保護ケースですね。こちら今2個保護ケースあるんですけども、1つ目ですね、今こっちにあるのがアンカーのケースです。そしてこちら2つ目、これがトーラス製のケースになっております。まあ、どちらも背面に回転リングがついているので、使い勝手は抜群でございます。ただね、これ両方とも言えるんですけども、素材がね、ちょっと滑りやすいところなので、まあ、できればもうちょっと手にフィットする素材感であった方が良かったなと個人的には思っております。で、推しポイントなんですけども、アンカーの回転リングは外側のこのプラスチック製の他に、内側にもゴム製のこのリングがついてまして、で、これがね、回るんです。ダブルリングになっております。ただ内側のリングしか回らないので、外側のリングがこのトーラス製みたく回らないんですね。ここがね、ちょっと残念なところかなとは思うんですけども、
まあ、一応気に入って両方付け替えて使い回しているのが現状になっております。でトーラス製はね、しっかりした回転機構でこう立ち上げて90度だったり45度でしっかりとロックされるので、まあ、縦置きだったり、まあ、横置きにした際のこの角度調節ですね、これもすごく柔軟にしっかり対応できるっていうのがめちゃくちゃおすすめポイントかなと思っております。まあ、とりあえず今この2つを使い回ししてますので、また気になる点があればコメントかなんかでシェアしていきたいと思っておりますし、なんかおすすめのケース他にあればですね、ぜひコメント欄で教えていただけるとありがたいです。で、お次はガラス侍の保護フィルムになります。これはね、 iPhone 15 時代から使っているメーカーで、今回は横だけ覗き見防止になっているタイプでございます。縦はね、こう見えちゃうんですよね。で15の時にこれを買った理由っていうのが、360度覗き見防止タイプだったので、まあ、今回もね、この360度があればいいなと思ってたんですけども、じゃあなんでこれを買ったかっていうと、このフィルムのサイズ感がケースに絶妙に干渉しないサイズ感っていうのが気に入っているので、今回もガラス侍さんの保護フィルムを購入した次第でございます。まあ、もしね、他おすすめのフィルムがあればぜひコメントで教えてください。できればね、この360度覗き見防止でプロマックス用がいいなというふうに思っております。どんどん行きたいと思います。次はですね、こちらですね、トーラス製のモバイルバッテリーです。で以前もね、こちらご紹介したんですけども、今回さらにパワーアップして登場しております。どこがパワーアップしたかというと、このワット数ですね、これが15ワットから18ワットにパワーアップして、でさらに薄くなっております。こんな形でめっちゃ薄いです。ちなみにこちらが前作なんですけども、厚さを比較するとこんなに違います。めちゃくちゃ薄くなったのにもかかわらず、18ワット出力対応で、なおかつ 5000mAと容量は変わらずということで、めちゃくちゃおすすめでございます。なのでこれをペタッと貼っつければ、もうこれで充電が開始されるという、そんな仕組みになっております。ただね、今回と前回で1点違う点が、この背面にね、輪っかがついてないっていう輪っか付きのやつもあるのかな。まあ、今回ご提供いただいたのがこのタイプだったので、輪っか付きのタイプがあればね、ぜひそれもいいなと思っております。まあ、とにかくね、これめちゃくちゃ薄いし、日常使いでめちゃくちゃ便利です。もうリュックやバッグの隙間にスッと入るこのサイズ感もね、抜群でございます。これはおすすめのモバイルバッテリー。はい、で最後にマグテイムさんからご提供いただいたこの充電ケーブルですね、とあと充電のコネクタ、これか、この充電のコネクタ、こちらをご紹介していきたいと思います。特に今回一押しなのが、このきしめんタイプの充電ケーブルでございます。ケーブルをね、自在にまとめられて、このマグネット式の利便性もめちゃくちゃ抜群です。しかも 60W 対応で、データ転送速度も 480Mbps とかなりハイスペックなので、がっつり使えます。でね、これのいいところがね、こう伸ばしてもほら、あの癖がないんですよね。だいたいケーブルって丸めとくと、この丸めて癖がついちゃってグネグネグネってなっちゃうんですけど、癖がなくて、で使い終わったらこういう風に普通に丸めるだけでもうこれで OK です。しかもこのきしめんタイプはね、こう円形がちょっとでかいなと思ったら、こう引っ張るとこう小さくなるんですよ。ほら、さらにもっと引っ張るとこうなっていく、また小さくなるということで、これね、めちゃくちゃ便利です。でこっちのね、きしめんタイプじゃない方は今の技が使えないんですけど、こう引っ張ってもね、この下の輪っかだけがこう小さくなっちゃうんで、さっきみたいにこう伸ばして、ちょっと一回伸ばして大きめの輪っかでこう収納したとしますよね、これね、こんな感じで、でこれを輪っかを小さくするっていうこの技が、この丸いケーブルの方は使えないんですけど、これはこれでね、もう一個実用的なメリットがございまして、なんとこれタイプ A なんですけど、引っ張るとタイプ C になるという、ダブル使いができるマグネットケーブルになっているという感じでございます。なので今回私2つちょっとご提供いただいたんですけども、私はこっちきしめんタイプが個人的には好きかなっていう感じなんですけども、ぜひ概要欄にリンク貼っておきますので、気になった方はちょっとチェックしてみてください。で、さらにもう一個ですね、このアタッチメントのご紹介になるんですけども、これね、こう引っ張ると
マグネットなんです。でこうくっつくんですね。めちゃくちゃすごくないですか。なのでこれを例えばね、さっきのトーラスさんのこの充電のところにこう挿しておいて、でちょっと充電しよっかななんて思ったら、まあ、ここの先にタイプ C をこうくっつけておく必要はあるんですけども、ちょこれでピッてやれば充電ができちゃうっていうね。で充電が終わったらこうマグネットなんで引っ張ればもうパーンと取れちゃうんですよね。これめちゃくちゃすごくないですか。まあ、一個考えられるデメリットとしては、これで統一しようとすると全部の充電のケーブルにこのアタッチメントをくっつけておかないといけないっていう、そういったちょっとね経済的なお金がかかるっていうデメリットの面もあるんですけども、まあ、ヘビー使いのやつ 2,3 個だけにこのマグネットのアタッチメントをこうくっつけておけば、まあまあ 2,3 個だったらね、まあ許容範囲かなと思うので、まあ、こちらもねぜひ気になる方はチェックしてみてください。これいいなマジで。でこれね確か 240W まで対応しているアタッチメントなので、普通に MacBook Pro とか iPad とかもちろん iPhone なんかもこのマグネット式のアタッチメントでも充電ができますので、これはね本当にめちゃくちゃおすすめなガジェットかなと思います。はい、ということで今回はかなり駆け足でご紹介をしていったんですけども、 iPhone 60 Pro Max を購入して、新たに新調したグッズをご紹介してみました。一応概要欄にね全部リンク先貼っておきますので、気になったものがあればですねぜひ飛んでチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。